まさみ流行です。ワンダーユード、全国の太郎さん見てますか？まさみでございます。今日は、他の音でございますよ。多分ね、カタカナで、まあ、マイヨガナはこうね、太いって字を当てるんですけども、立って当てるんですけども、カタカナは三角、ひらがなは四角でございます。まあね、自称としては、まあ、音量、まあね、その音に近いですよね、音量。で、まあ、実直ですね。はい。で、あと、努力家で成功しやすいタイプとされております。当然、芯が強い。で、当然、何事にも夢中になる。当然、闘争心が非常に強いんですよ。だから、やりすぎは注意してくださいね、っていうお話ですね。やりすぎると、敵作っちゃうし。ね、自分の思う通り、どんどんこう進めていくと、また敵作っちゃうしって感じでね、気をつけてほしいっていう音でございます。ね。その反面ね、やりすぎて、いろんなところを攻撃される、ダメージを受けるっていう、そういう過去を持ったりなんかすると、逆に臆病になったり、安全を求めたりしても、石橋を叩きまくって、おお、渡らずに叩き割っちゃったみたいなことにもなりかねない、ね、音でございます。両極端になる恐れもあるんでね、まあそこら辺は注意しながら、行くのが大事かと思いますけども、結構ね、環境に影響されやすいですね。やっぱついてくる人がたくさんいたらやっぱガンガン行きますし、やっぱついてくる人が誰もいないとボコボコになりますっていう、そういう音でございますね。まあ、周りの人もまずね、大事にしてください。それがやはりね、そのつくね、そのつく人、はい、そのつく人をね、やっぱりね、周りに置くのがいいんじゃないかと思います。いかがでしょうか。おねえ、言うと。全国の太郎さん見てますか。たといえば太郎、みたいな。はといえば花子、みたいな。昭和かよ、みたいな。そんな感じでございますけどもね、こういう感じになっておりますが、どうでしょうか。参考にしていただければいいかと思います。絶対これってわけじゃないんでね、もうやっぱりね、いろいろあるんでね、世の中にはね。ただ、こういう音のによる誘導は受けますよって話でございます。それでは皆さんごきげんよう。次回にまた会いましょう。